こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本のミサイル防衛計画は、イージス・アショア計画白紙による見直しが行われている。また、米国でも同じことが言える。ミサイル防衛は、どの国でも重要な案件とも言える。皆さんは知っているだろうか、ユーニドラゴンレディという機体を高高度で飛行する偵察機だ。最近 F-35 ステルス戦闘機との連携でも注目を集めつつある。では、このドラゴンレディどんな偵察機かを詳しく見ていきますね。 F-35 戦闘機と連携するとこんな迎撃システム網を作り出すことができたなんて。軍事兵器の分野で50年という時間は多くの場合その兵器を陳腐化させるのに必要にして十分な期間だと思われるが、世界最大の規模と予算を持つアメリカ軍でもそのような例が存在している。その一つは1952年の初飛行以来、今年2020年で68年を数える、 B-52 ストラトフォートレス戦略爆撃機であり、すでに2045年までの運用が予定されており、今後さらに延長される可能性もある。もう一つが、U-2 ドラゴンレディ高高度偵察機であり、こちらも、初飛行したのは1955年にまで遡るが、新たなアップデートを施されて、今後2080年まで運用されるかもしれないと言われている。U-2 ドラゴンレディは1990年代にも機関部の乾燥とアビオニクス類の機能向上を実施していたが、今回決定したアップデートでもコクピットディスプレイを含むアビオニクスの更新を行う。これにより最新のタッチパネル式の多機能ディスプレイを装備することとなり、最新の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2や、それ以前の第4世代戦闘機とのデータリンクも実現するとされている。もともと、U-2 ドラゴンレディは、通常の民間旅客機などが飛行する高度のほぼ倍である、2万1000メートル以上の高高度を飛行し、当時の、旧ソ連や共産圏諸国に対する偵察写真の撮影に従事した。U-2 ドラゴンレディの挙げた成果として名高いのは1962年に発生したキューバ危機時の働きであり、この時は同機が撮影した写真が旧ソ連によるキューバへの核ミサイル配備の証拠となった。当初は旧ソ連がこの高高度で飛来する U-2 ドラゴンレディを迎撃可能な手段を有していなかったことから、支障なく任務遂行ができていたが、やがて地対空ミサイルが出現するとその優位性は失われた。先のキューバ危機時にも証拠となる写真の撮影のは成功したものの、そのU-2 ドラゴンレディは旧ソ連の地対空ミサイルによる攻撃を受けて撃墜され、搭乗者は死亡するという結果となったのだ。地対空ミサイルによる撃墜が可能となって以後も、その射程外からでも情報収集可能な電子機器類が搭載されることにより、偵察衛星以上の精度の情報収集を行うことで延命されて
現在に至ったといえる。近年では中東におけるイスラム国への掃討作戦にも優にドラゴンレディは投入され、すでに無人偵察機も多数投入される中にあって、久し各種の情報収集や偵察などで実績を上げる活躍をしている。こうした点を考えれば、地対空ミサイルなどを装備していない相手に対する非対称な戦闘においては、現在でも十分に機能する機体であることを証明したとも言えるだろう。現在、U2 ドラゴンレディを擁するロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍とアドバンスバトルマネージメントシステム ABMS、日本語で精神戦場管理システムと呼ばれる仕組みを開発中だ。元来航空機製造企業であるロッキード・マーチン社は新しい空中戦管理システムの開発を掲げていたが、現在では陸や海、宇宙までを網羅し、それらの各センサーの情報をリアルタイムで統合管理することを目指している。このアドバンスバトルマネージメントシステム ABMS の概念が、 U2 ドラゴンレディをして単なる高高度偵察機ではなく、アメリカ軍全体の新戦略と位置づけることに変化させたと言えるだろう。アドバンスバトルマネージメントシステム ABMS が注目を集めているのは、その機能がロシアや中国が配備している長射程の空対空ミサイルの脅威に対するアメリカ軍の有効な対抗手段とみなされているためだ。この取り組みが実現すれば、ロシアや中国が配備している長射程の空対空ミサイルの脅威を抜本的に無力化できるものと喧伝されているが、この内容を額面通りに受け取っていいかどうかには疑いもある。というのも、アメリカの政府説明責任局は、アドバンスバトルマネージメントシステム ABMS の総コストや、陸、海、空、宇宙のセンサーの統合のめどが不透明だと指摘している状況だからだ。一部のアドバンスバトルマネージメントシステム ABMS の関係者からは、そもそもアメリカ空軍自体が概念だけしか提示せず、実現に必要な何をどう作り込むのかが明確でないとの声も出ているという。こうした点から、先のアメリカの政府説明責任局は、かつてアメリカ陸軍で3兆円以上の巨費投じながら実現せずについえた未来戦闘システムの鉄を踏むことに警鐘を鳴らしている。図らずも2020年、日本でもイージス・アショアの調達停止は、ブースターの安全な落下位置を担保できないという粗末な理由で決定されたが、いかなる結末となるのかに注目が集まる。